ホームがずらりと並んでいます。さあ、ここは埼玉県埼玉市 JR 宇都宮線の大宮駅です。今回はこの大宮駅から小金井駅を目指します。今回は前回の湘南新宿ライン結構優遇されている県の企画で予告した通り、湘南新宿ライン発の宇都宮線快速にはある特徴がありますので、そちらをご紹介したいと思います。また次回の動画も関連していますので、次回予告までご視聴よろしくお願いします。ということで、今日乗る電車はこちら、大宮駅14時41分発快速宇都宮駅です。宇都宮線で運転される快速電車は日中時間帯毎時1本運転されていますが、その全ての電車が湘南新宿ライン発の電車となっています。この快速運転が多いのは、前回の企画でもお話しした通り、湘南新宿ラインが優遇されているポイントです。そしてこの湘南新宿ライン発の宇都宮線快速ですが、途中駅で前の普通を抜かさない電車となっています。宇都宮線はかつてはたくさんの特急が走っており、対比可能駅も結構設定されていますが、この電車は何も抜かさないようです。そんなわけで、今回はこの何も抜かさない宇都宮線の快速に乗車します。さあ、奥からやってきました。こちらが今日乗る何も抜かさない宇都宮線の快速宇都宮行きです。横須賀線の逗子始発で新宿までは普通として走ってきた電車、今日は前5両は E231系、後ろ10両は分かりませんが、合計15両編成での運転でした。日中時間帯ですが、大宮から乗る人も結構いるようです。では早速乗っていきましょう。大宮駅を発車、何も抜かさない宇都宮線の快速電車の旅がスタートしました。今日の目的地小金井までの所要時間は51分、普通電車の所要時間が55分くらいですから、快速はそんなに短縮効果は大きくないようです。なお、宇都宮までの所要時間は1時間11分で、新幹線よりかは30分以上長くなっています。またこの先、途中は東大宮、蓮田、久喜、古賀、小山と主要駅に停車していきます。ということで、今回はこのような全面展望の映像を中心に、宇都宮線の対比可能駅を追いながら、この電車が本当に何も抜かさない様子をご紹介します。最後までよろしくお願いします。電車は大宮駅を発車したら、しばらくは各路線との分岐区間をゆっくりと走行、その後加速していきます。次は東大宮に停車、途中はトロの一駅を通過します。さあ、電車は結構な速度を出して走行中です。この辺りはまだ埼玉市内ですが、早速高速で走行します。こちらはトロ駅を通過、この駅は1983年の開業で意外と新しい駅、1日の乗客数は1万2000人で、快速の通過駅の中では多い方になっています。宇都宮線は15両編成の電車も多く走っている路線、ホームも300メートル以上ありますが、あっという間に通過していきました。電車はこの後も順調に走行、景色を見ると意外と家は少なめです。ところどころ畑も見られます。ではここからは対比可能駅のご紹介をしていきます。ということで、大宮駅を発車してから5分、電車は間もなく蓮田に到着します。次の蓮田駅は宇都宮線の開業当時から設置されていた駅、またこの駅は中線付き2面3線の対比可能駅ですが、右側の対比線に電車は止まっていません。この駅では上りの快速電車が1日1本だけ普通と待ち合わせをしており、他は特急電車の対比に使われているそうです。なお、蓮田から先の通過駅へ向かう普通電車は5分待ちとなります。今回は後続の普通電車との間隔にも注目です。
蓮田の次は久喜に止まります。途中は白岡と新白岡の2駅を通過。電車は間もなく白岡を通過します。次の白岡駅も蓮田駅と同じく中線タイプの2面3線の対比可能駅。しかし右側の対比線には電車が止まっていません。この駅も特急電車の通過待ちを中心に対比線が使われており、快速が普通を抜かすことはないそうです。まあ白岡で追い抜きを行うなら蓮田で待ち合わせをした方が利便性も高まりますから、追い抜きがないのもそう不思議ではありません。電車は速度についてはいいペースで走行中。この辺りまで来ると景色に緑が広がる区間、家があまりないところもありますが、それでも宇都宮線の利用者は多く、朝ラッシュ時は5分間隔で運転されています。さて大宮駅を発車してから16分、電車は間もなく久喜に到着します。次の久喜駅は東武伊勢崎線との接続駅。東武線は全種別が停車の主要駅ですが、宇都宮線の特急以外は全電車が止まります。そして次の久喜駅は下りのみ対比可能な駅。この駅では夜の快速ラビットと普通が待ち合わせを行っています。しかし日中の湘南新宿ライン発の快速は普通との待ち合わせはありません。1年前まではあったそうですが、減便によりなくなってしまいました。久喜時点で次の普通は7分待ちとなるそうです。徐々に間隔が空いています。久喜の次は古賀に止まります。途中は東鷲宮、栗橋の2駅を通過。ここまで見てきた通り、宇都宮線はもともと駅間が長く、また駅数も少ないため、快速であっても連続通過が少なめです。大宮から小山まで最大2駅となっています。そしてこの久喜から古賀までの区間は 15km 近く通過運転を行う区間、なんと12分も走り続けます。また宇都宮線は東北へつながる重要路線ということもあって、線形は非常に良くなっており、電車はスムーズに走行できます。さあ電車はまだまだ順調に走っていますが、ここで東武日光線の下をくぐって間もなく栗橋を通過します。次の栗橋駅は実は利用者が少ないため、東武線で以前運転されていた快速も通過していました。またこの駅は久喜に代わって上りのみ対比可能な駅ですが、対比線は予備ホームとして扱われており、現在旅客電車の発着もなく貨物列車がたまに使っているそうです。また左側には東武線との連絡線がありますが、ここで東武線直通の特急は分かれていきます。ちょうど東武日光線の上り電車も見えますが、都内から宇都宮までは完全に JR が覇権を握っており、東武線は栃木県民内の移動手段として使われているようです。まあ東武線の日光と JR 線の宇都宮である意味役割分担ができたので良かったんじゃないかなと思います。さて大宮駅を発車してから29分、一瞬だけ茨城県に入り、電車は間もなく古賀に到着します。この駅は高架駅となっており、高架化は1984年トロ駅が開業した頃に完了したそうです。また2面4線の対比可能駅となっており、上りの一部快速電車はここで普通を追い抜きます。しかし下り側の対比線は日中時間帯は主に古賀発着の電車が使用しているため待ち合わせはありません。ただ夜は下りの快速も普通と接続することがあるそうです。今日も向かい側のホームには何も止まっていませんでした。またこの後の普通電車は11分待ちとなるそうです。電車は古賀を発車。この古賀駅が大宮から小山までの快速区間では最後の対比可能駅、つまりこの電車は本当に何も抜かさないことが証明されました。さあ電車は次は小山に止まります。途中は乃木、ママダの2駅を通過していきます。ここも
まあ期間が長く、次の小山までは 16km くらいあり、12分かけて走っていきます。電車は古賀駅を発車したら少しだけ高架区間を走行。この茨城県古賀市は茨城県西部では最大の都市、人口は14万人くらいいるそうです。そして電車は高架区間を降り、ペースよく走行しています。駅間が長い宇都宮線も駅周辺になると途端に家が増えますので、景色の変化でよくわかります。こちらは乃木駅を通過。この駅は1日の乗降客数が3400人、かなり少なく最近は減少傾向にあるそうです。この電車が最初に通過したトロ駅が1万人以上いますから、このトロと乃木2駅が同じ扱いなのはちょっとかわいそうな気もします。ただ乃木駅は古賀市圧の恩恵を受けられないため、本数は若干異なるようです。さて大宮駅を発車してから41分、電車は間もなく小山に到着します。ちょうど横に見えているのが新幹線の高架橋です。宇都宮線と東北新幹線は久喜のあたりでも一旦合流しますが、小山の手前では長めに並走します。そして次の小山駅は新幹線以外にも両毛線と水戸線も乗り入れるターミナル駅。また宇都宮線の快速はここから終点の宇都宮まで各駅に停車していきます。この小山駅の宇都宮線ホームは2面4線の構造になっていますが、快速と普通の待ち合わせはありません。ただ間隔調整はよく行われています。この電車も前の普通電車が宇都宮駅で、快速運転により間隔が詰まりすぎたようで、小山では5分も停車します。快速は小山までですと普通電車と比べて10分くらいの短縮となりますが、この停車時間によって効果が半減してしまうようです。ちょっともったいないところでしょう。そして大宮駅を発車してから51分、電車は間もなく今日の目的地小金井に到着します。大宮から小金井までの何も抜かさない宇都宮線の快速電車の旅、途中蓮田、白岡、久喜、古賀、小山と対比可能駅がありましたが、いずれも追い抜きはなく、本当に何も抜かさない電車となっていました。この電車は追い抜きがないのもそうですが、後の普通電車との待ち時間が最大11分待ちとなっていました。何も抜かさない高崎線の特別快速に乗ってみた。次回は湘南新宿ラインの優遇ポイント解説の最終回。今度は高崎線の特別快速が何も抜かさないことをご紹介します。高崎線は今も特急が運転されており、対比可能駅が多いことが特徴です。本当に何も抜かさないことなどあるのでしょうか。所要時間、そして後の普通電車との待ち時間などなど詳しく解説します。注目です。スーパー私鉄大作戦、平日の動画を一路線でジャック。先週は京急線でやりましたが、来週は京成線で作戦決行。京成ファンの皆様お楽しみに。気になる方はぜひチャンネル登録をして公開をお待ちください。そして今週木曜日の夜にはラジオ生配信を実施予定。今回は初めての平日開催です。4月5月の土曜日の生配信に参加できなかった方お待ちしています。とその前に、今回は過去のラジオ生配信の切り抜きをお送りします。全国ツアーの、ね、続編を撮ったんですよ。中部編の次に九州、四国、中国に行くと、まあ、ちょっとこれは爆死しか読めなかったんで、一旦休みを取ろうっていうことで、4月6月は予定とはね、変えて、ちょっとね、関東の動画だけにしたんですけど、近畿編を撮ってきました。公開はですね、4000人行ったらか、まあ、7月か、どっちかにしようかなと思います。あと今まで金、土で公開してたんですけど、土日にね、ちょっと変えようかなと思います。平日が関東の動画で、まあ土日が関西の動画みたいなね、そういうチャンネルにしようかなと思います。最後までのご視聴ありがとうございました。